選びましょうか。はい、じゃあ、こちらの、キャラクターなんですけども、今回あの10キャラクターから選ぶことができるようになっております。でこのですね、私有台がちょうどあのこの奥の方にあるバンダイナムコエンターテインメントのブースの方でも展開している私有台のものと同じなんですけれども、今回新しく追加されたキャラクターとしては、上の3人ですね、ボルトと、サラダとミツキ。じゃあちょっとあの好きなキャラクター3人選んでいただいて、早速戦いの方始めていただければなと思います。さくらちゃんをとりあえず選んで、ミツキとメカナルト、はい、ちなみにナルティメットソムレボリューションはプレイされてされた、ありがとうございます。実はこのメカナルトというキャラクターはですね、2作前のナルティメットストームレボリューションという、作品で登場したキャラクターになってまして、あの今回新たに復活したキャラですね。はい、はい、というところで、今回あの多分初めてこの PS4 で変わるのは初めてのキャラばっかり選ばれたと思うんですが、さてどんな戦いになるのか見ていきましょう、はい、じゃあバトルスタートです。手前のさくらちゃんが私ですね。さくらちゃんが、岸桜さんですね。はい、メカナルトに容赦はないですよ。選んだキャラは少年のとさくらと、リノゼニのナルトと、あとミツキですね、はい、対するは、メカナルトと、科学人具のボルト、それから、サラダかな。おっとちょっと、はいはい、ここでちょっと今奥義がちょっと決まってます。早速決められちゃいましたね。はい、決まっていますけれども、このちょっとあのもしね、前の PS3 の頃にレボリューションプレイされてたからちょっと懐かしいかもしれないんですよ。このメカナルトはですね、当時あの岸本先生に書き下ろしていただいたキャラクターとしてあの登場しまして、結構あのゲームのオリジナルキャラなので、ちょっとあの得意な動きをするんですよね。あまり普段のナルトのアニメとかコミックスの方では登場しないキャラクターなので、というところであのどん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 追い詰められてるんですけど、ボコボコなんですけど、大丈夫ですか。今覚醒状態に入りましたので、チャンタロー大丈夫です。また来ました。また当たっちゃってます。本気でやってるんですけどね。ちなみに奥義はあの代わり身の術とガードでちゃんと防ぐことができますので、ちょっとあの岸桜さん、ぜひちょっとそのあたりも全力でやっていただければなと思います。桜も結構ゲームしてるんですけどね。ちなみにストーム4はプレイされました。ありがとうございます。もう生粋の多分ストームプレイヤーさんなので、すごくシステムのことを理解されてると思うんですけれども、今回あのリーダーチェンジとかでですね、使用しているキャラクターもこう切り替えながら戦うことができますので、今あのナルトに変わりましたけれども、はい、このサポートとしてついているあの2人のキャラクターですね、こちらあの一瞬で切り替えながら戦うこともできるので、例えばその対戦相手に合わせてその自分のキャラクターを切り替えたりしながら、ちょっと戦略を立てられるような形になります。はい、というところでもうあの何もできずにボコボコにやられていますけれども、日本選手なので大丈夫ですか。まだ大丈夫です、はい、そうですね、このゲーム日本選手になってまして、あの先に2勝した人が勝ちになります。なのでね、まだあのちょっとチャンスはあるかなと思いつつも、あの対する挑戦者さんの方ほとんど体力削られてないので、これで倒せるかなっていうところがちょっと不安なんですけども、どうですか。メカナルトに異常になんか使い慣れてますね。新しいじゃん。ただメカナルト使い慣れてて、あっていうわけではない。ないですね。危ない危ない。いや、さすがです。あのもうすごい慣れていらっしゃると思うので、対するはどうでしょうか。なんか結構一方的な戦いになっちゃってますけど、そうですね、全力でやってるんですけど、もう代わりのゲージも真顔になっちゃって真顔になっちゃってネットワーク対戦とかも結構プレイさ、ネットワークの対戦とかももうあそんなプレイされてないんですね。でも多分家でたくさん練習をされてるのかなと。今あのミツキを使ってるのは、あ、これはこれ私が今ミツキに、はい、ミツキはですね、今回、新規で追加されたキャラクターですね。ナルティメットストーム4の時に特典としてボルトとサラダが、入っていたんですけれども、ミツキっていうキャラクターはですね、今回初めて入るキャラになります。はいはい、で映画の方でもね、結構ちょっと思わせぶりな不思議なキャラクターだったかなと思うんですけれども、ちょっとあの見ての通り結構そのヘビのように腕とかをこう伸ばしながら戦う感じになって、はい、大丈夫ですか。もうあのさっきからメカナルト出ましたね。これはあの連携呼吸で、
まあ、ストーム原神というものが今あの1プレイヤーの左の方を見ていただけると分かるんですけれども、こうあのメラメラ燃えてますよね。これいろんな行動を起こすとこのストーム原神というのがどんどんあの溜まっていくんですね。あそう、でこれが全部溜まった段階で覚醒をすると3人同時に、まあ、あの覚醒するというところで、あの岸田倉本気でやってたんですけど、岸田倉さん何もできなかったんですけど本気で、はい、挑戦者さん